さて、あとはもう一つわからないコーデカールですね。これどこに入るんだろうな。こんな感じ。いやー絶対違うよな。今実写画像を確認してみたんですけど、おそらくこのデカールはこの内側のラインが、この一番外側のこのライン上に来るのが正しそうですね。実写画像を見るとこのライン、一番外側のこのライン、これ途切れてるやつですね、このラインはないです。もうこれがこの位置に来る感じですね。それが正しいように見られましたね。今更ということなので、もう一本外側かこれにほぼ重なるぐらいに貼ってみるかな。あとはこの最後のこのピロってところの処理がなんか違う気がするんだよ。違いますね。この辺まで来るはずなんだよ。さあどうしよう。そしてあと分かんないのはこれなんだよな。これ全然分かんないな。おそらくこれ、あれこれまた長さが全然違いませんか。この A ピラーにかかるこのデカールなんですけど、こんな感じですかね。こんな感じで A ピラーに、あれどんな感じだ、こんな感じかかかるみたいですけど、これ下がこの辺まで来てますけど、これ長すぎですね。実写画像で斜め上からの映像があったんですけど、下はこの辺で収まってる感じ。下はこの辺で収まってて、このデカールのこの部分ちょっとピロって残ってる、この部分と一致するようです。ありませんね。これ上も合わないんじゃねえかな。どう見てもこっちが上じゃないもんだ。こっちが上だよな。
れたな。あとはちょっとダクトのところをカットしないといけませんね。はい、こんな感じですかね。はい、ここの一番先って外側のラインですね。この上にかかるように、ぴったりかかるように貼っていました。こんな感じのようです。これだいぶ長かったんで、こっからこの辺ぐらいまでデカール重なってます。実はで、こうなって、で本来はここの何でしょうね、ここの根元の柄がこっちの方の柄にこうつながるというか、位置的にはつながるのが正しいようですね、実写では。なのでボンネット上のこのデカールももうちょっとこう外側、全体的にこう外側にこのラインがここに揃うくらいの位置が、実写画像だと3の位置になってそうですね。
まあとりあえず晴れてよかったってとこですかね。いやしかしこのボンネットは派手だな。はい、ではこの後ちょっと丸1日ぐらい置いてからクリアコートですかねに入ろうと思います。はい、あとはウィングのデカールも貼らなきゃな。はい、デカールが貼り終わったので、これからクリアコートに入るんですけども、デカールを貼った後、埃とかがついてるのを取るのに、今まで濡れティッシュでこう拭いてたんですけど、フィニッシャーズの川口さんが、これ濡れティッシュじゃなくて、これフィニッシャーズの、剥離剤オフっていうものを使って、それをやっていたので、ちょっと私も試しに同じことをしてみようと思います。ティッシュつけて拭くだけと言ってましたね。ちょっとデカールの上から大丈夫なのか、こういうところで試してますかね。全然大丈夫そうですね。浮いたそばから乾いていく感じですね。あ、なんだこれ。あ、これはまずいな。ちょっと色が剥げてる模様ですね。屋根の上のレオンって、黒ベタのデカール、デカールというか印刷の上に白のロゴが、印刷してあるんですけど、なんかうっすら溶けた感じですね。ちょっと危ない。まあ、やめた方がいいな。まあうっすら剥いちゃったけど大丈夫かな。このままクリア拭いちゃって、